ポルト、またはオポルトは、ポルトガル北部の港湾都市、シュトリスボンに次ぐポルトガル第二の都市、同国屈指の観光都市、ポルト都市圏では、人口は約160万人を数える。ポルトの創設は5世紀より以前に遡り、ローマ帝国時代からの港町ポルトスカレに起源を持つ。だが、ローマ以前のケルト文化の名残であるシタデルも、市街の中心にも残存している。 ローマ時代の周辺をコンダデス・ポルトカレンシスと言い,い、ここに成立した王国がポルトガル王国となった。ポルトガルの名はこれに由来する。ポルトを含む一帯はイスラーム勢力に占領されたこともあったが、12世紀、フランス王の一族であるアンリド・ブルゴーニュがレコンキスタでこの地を奪回した。1387年、ジョアン一世とイングランド王エドワード三世の第四子である。 ジョン・オブ・ゴーンとの娘フィリパでレン・カストレとの結婚式がポルトで行われた。イギリスとポルトガルの同盟関係はこの時代から始まっており、現代のナトウにまでつながる迷惑関係である。14世紀から15世紀にかけての大航海時代、ポルトで生産された船団はポルトガル海軍の発展に大いなる貢献をした。1415年にジョアニ一世の子供である、 エンリケ公会王子はポルトを出発し、モロッコの地中海に面する港町セウタを攻撃した。エンリケ公会王子によるセウタ攻略がそれ以後のポルトガルの海外への夕日への出発点であった。18世紀から19世紀にかけてポルト港から特産ワインがイングランドに盛んに輸出され、英語でポートワインと呼ばれて有名になった。 ペンの気候区分で地中海性気候に区分される。郊外に製油所2カ所を構える。国営石油ガス会社ゴルプ他多数の企業が集まっている。農業ではポートワインの他ドライフルーツナッツオリーブ油を生産する。地下鉄ライトレール2002年に開業し、全部で6路線ある。メトロと名乗っているが、分類上はライトレールであり都心部では地下を走行する。A、B。 C, E, 海線は、エスタディオドドラゴンとセニオーラダオーラの間の都心部は、同じ路線を走る。A, B, C, E 線は、セニオーラダオーラで、それぞれの目的地に枝分かれする。また、海線は、エスタディオドドラゴンからファンゼレスへ伸びる。D 線は、運賃は市内を南北に貫通し、道路川をドン、ルイス一世橋の上段で渡過する。A, B, C, E 線と D 線はトリンダーデー機で乗り換えが可能。ゾーン制でポルト都市圏でそれぞれゾーンが決められており、チケットは工述するバス、市電、CB 近郊線と共通である。第1期開業区間である A 線は港湾地区であるマトジーニョスに向けて建設され、同地区にはトランジットモールが設置されている。2009年現在にゾーン有効なチケットで、 片道0.95ユーロ。2006年には、フランシスコデサカルネイロ空港ターミナルビルと、直結する支線が開業している。支電、バス等支電は3系統である。イベリア半島で最初に建設された支電であるが、現在ではどちらかというと観光用的な要素が強い。むしろ市内交通の主役はバスである。その他、ケーブルカーがある。また、ポルト市街へは、 STCP 以外の民間会社が運営するバスを利用する。鉄道ポルト市の表玄関は市街地の外れにあるカンパニャン駅である。リスボン方面やブラガ方面からのアルファペンドラールや IC はカンパニャン駅を発着する。市内中心部のサンベント駅には近郊線が乗り入れている。空港フランシスコでサカルネイロ空港、ポルト市の中心部から 10km ほど北のマヤ市に、 所在する。アクセスは、メトロー、e、線が乗り入れている。道路カークルーズ道路川沿いのカイスダリベイラや、対岸のビラノバデガイアから船で、道路川に架かる橋を巡るツアーや、ポートワインの原料となるブドウを生産しているあると、道路地方まで船で川を遡上するツアーが出ている。ただし、生産は、道路川を挟んだ反対側のビラノバデガイアで、行われている。 大航海時代の縁で日本の長崎市と1978年以来姉妹都市提携している。その他の都市は下記の通り、聖グレゴリウス聖堂、大聖堂、ポルサグー、聖フランシスコ聖堂などを含む旧市街地は1996年ポルト歴史地区としてユネスコの世界遺産に登録された。2016年に現在の名称に変更された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。